ギルティギアやってみたいんですよね。ワンダースワンマンのやったことがなくて。やってみましょうかね。プチ。ギルティギアプチね。はい。いやいや、新しいテレビでね、レトロパイをね、やるっていうね、感覚がいいですね。おお、すごいなぁ。もう、アンダースワンがテレビでできるんですからね。ほんと、すごいですよ。はい。オプション。もう、でかい。2畳ぐらいか。はい、いきますよ。ストーリー VS タイムアタック。ストーリーでいいな。あ、キャラ少な。キャラ少ないな。1、2、3、4、5、6人しかいないの？とか、これ誰？これ。こんなキャラいたんや。こんなナースみたいな。まあ、使うとしたら、この3人かな。この3人しか僕使えないんでね。これでいこうか。自由を取り戻した。元アサシン・ミリア。もう、奴の呪縛は解けたわ。これで私は自由の身を。おお。邪魔しないで、いい試合にしましょう。回ですね、相手は。おお、やりやすいわ、結構、思ったより。うお、強い。強いぞ、めっちゃ、敵。うわ、強い。なんか、ツインテールみたいになってるな、髪型が。ポニーテールじゃなくて。あ、でも、ポニーテールだね、やっぱり。たまにツインテールみたいになるときあるね。まあ基本ね、ミリアはポニーテールなんでね。僕も結構ポニーテールフェチなんでね、かなり好みですよ、ミリアは。ああ、やばい。負けた。なかなか強いな、やっぱりカイナ。でもこれ、なんていうのか、うわ、やばい。勝てそうかな？あ、勝ちましたね。ウィンね。あんまり効果音がないですね、このゲーム。どう見てもツインテールやな、この時な。このねえ。やばい。この時はポニーテールやけどね。やばい、ええ勝負やな、えらい。あ、勝った。いや、なかなか面白いですね。なかなか良かったわ、あなた。あなた小さくなって、ますます頼りなく見えるわ。いや、なかなかよくできてるな。あ、ポチョムキンや。覚悟はできたが、邪魔をしないで。ロック。ポチョムキンね。
可愛いですよね、ミリアはね。なんか後ろに誰かいるな、あれ。誰かわからんけど。おお、ポツンケンバスター来たね。でもよくできてるよな。なかなか良かったわ。あなたセリフは毎回同じやねな。あなたはチビキャラになっても相変わらず大きいのね。あ、これファニーね。どこが痛いのかな。これ多分俺あんまり知らないキャラですね。これ新キャラ、このゲームのオリジナルのキャラなのか、それとも他の作品にも出てくるのか、ちょっとそこはよくわからないですけど、初めて見るキャラですね。ナースのね、キャラクターっていうか。はい、返しました。後ろに誰かいるね。やるな。はい、返しました。なかなか良かったわ。あなた毎回同じことしか言わない。最近絵だけがひどいのよね。いい薬知らない？あ、ソルバットガイね。これ主人公ですね。覚悟はできてんのか。しましたね。おっと、やばい。やるな。はい、勝ちました。さすがね、一言やな。お、これはジャム。あ、ジャムね。ただいま参上ある。中国人のね、ジャムですよね。ちょ、憲法家というかね。
おお、やるな。はい、勝ちました。メリアなかなか強いね。素敵な、中身型してる。あ、素敵な髪型か。あなたはいつも輝いているのね。そうだ、メディアもジェリーフィッシュ海賊さんには、に入らない。たくさん友達ができて楽しいよ。そういえばあの嫌味な男もそんなこと言ってたわね。私には合わないわ。え、もしかして嫌味な男ってジョニーのこと？いくらメディアでもジョニーのこと悪く言うのは許さない。おぉ、これがあれか？行くよ。痛くしないから。メッセージは、というか、会話が出てたってことはライバルみたいなもんか。多分強いよなぁ。ああ、強いわ、やっぱり。全然違う。強い。やっぱ強い。ああ、強い。今まで一番強いよ、やっぱり。ああ、でも勝った。今頃なって出たの。あ、でも勝った。結構危なかったね。殺しはしない。やっぱり髪の毛が武器なんてオカルトかしら。ごめんなさいね。怪我はない。手加減したつもりなんだけど。ミリアさん、ちょっと私さ先を急ぐからまたね、メイ。あの人なんでいつもエンディングになると出てくるのかしら。しつこい人は嫌いよ、もう。え？今のがラスボスっていうか、あれなんよね。そうなんよね。ミリアにとってのラスボスってことか。なるほど。まさかね、初見で、一回も負けずにクリアしてしまうとは思いませんでした。いや、でも面白かったですね。いや、他のキャラでね、負けたら他のキャラでやろうと思ったんですけどね、クリアしちゃいましたね。ユキ、川田。いや、面白かったですね。なかなか、よくできてるわ、これ。これ結構ね、ワンダースワンソフトでは割とレアだったと思いますよ、これ。割とレアだったような気がしますね。まさかクリアするとは思いませんでしたね。いや、テレビでね、できるなんてね、最高ですね。
サミーですね。サミーはもう倒産してしまいましたもんね。はい。ちょっとリセットしますか。あ、そうか、これそういえばね。ちょっと待って。どうやってこれあれするんやって、画面。あ、そうか、セレクトボタンやな。はい。今度じゃあ、これ使ってみよう。当てのない放浪の旅を続けていたソロ。大事にしていたシアーハートアタックのレコードが見当たりません。一体どこに行ったんだ？真意を確かめるべく新たなる戦場へと足を向けるのでした。はい。いきなりポチョムキンか。覚悟できてんのか？覚悟できたか？同じこと言ってるな。おお、ポチョムキンバスター、強えな。めっちゃ減ったな。はい、勝ちました。おお、またやってきた。ポチョムキンバスター。うわー、減る減る。はい、勝ちました。こんなもんか。暇つぶしにもならねえ。あ、ミリアできた。邪魔をしないで確保できてんのか。はい。もう勝ちました。結構いけるもんですね。ソルも強えなぁ。に勝ちました。はい。めんどくせえ、ウセロ。あ、これね。どこが痛いのかな。覚悟できてんのか。
ソルは結構なんかね、技が多彩なんです。技がね、結構多彩なんでね、使いやすいんですよね。よかった。もうやるな。はい、勝った。覚悟、看護婦っていうのはみんなこうだったのか、こうだったか。あ、これね、さっきラスボスだったメイですね。使うキャラによってラスボスが変わるシステムってことか。終わった。おお、やるな。おお、跳ね返した。よかった。こんなもんか。ガキはさっさと帰れ。お、あ、ジャムね。もうやるな。おお、超必殺技やってきた。でもガードできた。やるな。よかった。よかった。いや、結構楽勝ですね。パーフェクトや。こんなもんか。うるせえ女だぜ。ソロ大勝負だ。あ、なるほど。回か。ラスボスは。そんなもんより、そんなもんより、シアーハートアタックのレコードを見なかったか。勝負をしたら教えてあげますよ。やれやれだぜ。知ってるんよね。はいか、本気で戦ってくれ。またお前か。ラスボスがカイってことだね。
はい、勝ちました。結構余裕ですね。ウィン。ロック。おう。おお、今度向こうが飛ばしてくれる。おお、やるな。おお、やるな。結構これ当たりますからね、この攻撃。結構命中率あるんですよ。ああ。受けられたな。やばい。今回結構手こずってんな。ああ、負けた。初めて負けましたね。お。さすがラスボスってだけのことがあるね。おお、やるな。おお、やばい。おお、負けた。ストレート負けや。これが風雷拳の力です。己を磨かなければ。あ、これキャラクター変えられへんねん。またお前か。はい。2回目になると強くなるってことやな、この回は。あ、やばい。うわー、やってきた。あー、倒した。あ、いきなりもう。結構飛ばしてくるな、こいつ。2回目めっちゃ強いからな。やばいやばいやばい。ええ勝負になってきたな。あれ？技が出なくなるな、なんかしらんけど、急に。やばい、負ける。ああ、負けた。強えわ。なんかね、必死になると技出なくなるんですよね。やばいやばいと思い出すとね、音が出なくなるんですよ。そういう現象がよく起きるんですよ。まあね、闘技もあるあるですけどね。やばいやばいとはね、追い詰められてる時って技出ないんですよね。お、勝った。勝ちましたね。結構危なかった。坊やだからさ、全くだから坊やなんだよ。なぜだ、なぜ勝てないんだ。いや、さあ約束通りレコードを出してもらおうか。先ほどのステージには置き忘れてありましたよ。それよりももう一回本気で勝負を。何度やっても結果同じだ。じゃあな。やっぱこれがなくちゃ閉まらないぜ。そしてソルの当てのない旅は続くのでした。なるほど。はい。この回でやりましょうか。若き天才剣士回。
戦いの中で何が自分の中の正義か探していました。でもこれだけは確かです。人のものを盗むことは悪いことです。封縁権を取り戻さねば。あ、メディアか。いい試合しましょう。邪魔をしないで。飛ぶ道具使えるからね、カイは。パーフェクト。はい、勝ちました。これが風雷拳の力です。小さくなっても、その身のこなし、さすがですね。いや、小さくなってもってさっきから言ってるのは、この SD 化してもってことか。おぉ、キポチョの剣バスター。でいけんちゃうのこれ、ポサム君の。こういうちょっと重力系のキャラってね、結構特道具だけで倒せるっていうね、格闘ゲームにのよくあるの、あれあるあるっていうかね。はい、勝ちました。おお、子供剣バスター。はい、余裕ですね。飛ぶ道具で大体いけるわ。いい勝負でした。またお手合わせできれば幸いです。あ、メイか。おお、やるな。おお、やるな。はい、勝ちました。後ろにね、他のギルティギアのキャラクターたちもいますね。出演してないギルティギアのキャラクターたちがね、いますね。
はい、勝ちました。はい。そんな武器よりも鼻でも持った方がよっぽど似合うと思いますよ。お、また看護婦やね。やばい、超必殺技、おお、なんや、おお、勝った勝った。気がついたらもうこのゲームはもう40分以上やってたんだ。あか、急に強くなったこいつ。わかった、看護婦というのもまた体を張る仕事なのですね。まあ、ジャムよね。はい。まあ、出てくるキャラはね、6人しかいないから。あ、ちょっとすいません。ちょっと今日これで終わりにさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。